源義経を題材にしたお話です。兄頼朝に追われる身となった義経は都から西国に逃れ、現在の兵庫県大物の浦までやってきます。ここで愛称の静か御前と別れることになります。涙に濡れた静かの舞が前半のテーマです。後半では突然海が大荒れとなり、滅びた平家一門の亡霊が波間から現れます。総大将だった平知盛の怨霊は薙刀を振りかざして船を沈めにかかります。義経と弁慶が応戦する勇壮なシーンで本曲のクライマックスを迎えます。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。